マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみがです。よく体重は落ちてきたけれどもお腹ぽっこり、なかなか内臓脂肪が落ちなくてっていうお声を聞きます。そのお腹だけぽっこりなんとかしたいなって思いませんか？そこでこの動画では内臓脂肪を落とす方法がわかるんです。もしあなたが内臓脂肪としてぽっこりお腹をすっきりさせたいとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ぽっこりお腹解消、内臓脂肪を落とす方法についてお伝えしていきます。今回の話の流れはこちらです。1つ目、内臓脂肪を落とすにはどうしたら良いんでしょうか。2つ目、内臓脂肪を落とす食べ物を具体的にお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。内臓脂肪を落とすにはどうしたら良いのかっていうそのポイントがあります。今回メインのポイントはこちら、腸内細菌なんですね。実は私たち日本人は海藻を分解する腸内細菌を持っているんですよね。海外の方に比べると私たち日本人は海藻を食べることでですね、実は内臓脂肪を落とす効果が出るものをね、作り出すことができるんですよ。それがこちら海藻なんですけれども、海藻を食べますと短鎖脂肪酸というものがねできるんですよね。でこの短鎖脂肪酸があるおかげで内臓脂肪をねどんどん落としてくれる効果を生み出すことができるんです。これを聞いた時ですね、ありがたいなって思いましたね。日本人の私たちはですね、この海藻を食べた時にこの短鎖脂肪酸を発生することができるその腸内細菌をもともと腸内にね遺伝的に持っていますよということなんです。では2つ目の項目です。そのついてしまった内臓脂肪をしっかり落としていくには海藻とお伝えしましたね。そこで具体的にどのように食べると効果があるのかということをちょっと詳しくこの項目でお伝えして終わりたいと思います。海藻といってもいろいろありますよね。あなたはどんな海藻を召し上がっていらっしゃいますか？簡単なのはこういったお味噌汁の中にわかめを入れてしまうっていう、これすごくね簡単な方法ですし効果が高いんですね。なぜかというとその内臓脂肪を抑えてくれる効果がある短鎖脂肪酸を生むわかめプラスお味噌汁イコール発酵食品なわけです。この発酵食品と海藻をセットにしたこのお味噌汁を特に朝ごはんの時に召し上がっていただきますと、あなたの一日の食欲も抑えることができますし、その内臓脂肪もね溜め込まずにその済むこうリセットメニューということで、私は朝ごはんに必ず海藻が入ったお味噌汁召し上がっていただきたいなとも一押しのメニューになります。でこちら次、海苔。これ簡単ですよね。海苔をもう巻いてね何でも食べるだけで海藻が簡単に取れてしまいますよね。よくいろいろ手間がかかるねメニューは苦手ですとか、朝からそんな海藻ね水に戻してこうどうのこうのってそういうレシピはもうできませんという方は、もうまずはですね海苔を食べましょう。でこの海苔の中でも太る海苔と痩せる海苔があるんですね。ここ注意です。で太る海苔はどんなものかというと、もう思いっきり化学調味料が入っているような添加物たっぷりの味付けで作られた海苔ですよね。例えば原材料をチェックしてください。そこに調味料アミノ酸等と書いてあるものが実は化学調味料ですから、ほとんどの海苔がですね、焼き海苔以外の味付け海苔ですよねはそういったものが含まれている可能性が高いので、パッケージを見た時にね、例えば良心的なそのメーカーさんであれば、化学調味料とかね余計なものは入ってませんよってねパッケージに書いてあるはずです。もしくは書いてなくてもチェックしてみてくださいね。なのでおすすめはやっぱり焼き海苔とかね、味がついてるんだけれども人工的な調味料ではないものを選びましょう。そして3つ目、海藻サラダ。これも楽ちんですよね。もう水に戻して水気切ってパッとね野菜と一緒にもう美味しくいただいてくださいということで、これでしたらもう何もねプラス頑張らなくてもいいですから、日頃から積極的に乾燥した海藻サラダをねストックとして常備されるとすごくおすすめです。私もしてます。そしてひじきの煮物ですね。なかなかひじきね食べれないという方もね多いかもしれないので、本当にわざわざ煮物に、するのもいいんですけれども、私はどうしてるかというと、このお味噌汁にねポンって入れちゃったりするんですよ。簡単です。もうこういったね簡単なことでいいんですよ。まずは海藻を食べることで、私たち日本人はありがたいことに海藻ね、その分解できる腸内細菌を遺伝的に持ってますから、そういった力を借りて、そのことで内臓脂肪を抑える、ね、ものをどんどん炭素脂肪酸を作り出してですね、内臓脂肪を抑えていきましょう。でその結果ね、痩せたんだけれども、なぜか最後お腹だけぽっこり出てなかなか落ちないっていう方はね、是非毎食どこかで海藻をとってみてはいかがでしょうか。ただね、ご病気によっては海藻が食べれませんという方もいらっしゃると思いますので、そういった方はね気をつけていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、私たち日本人がありがたいことに持って生まれた遺伝子で、海藻を分解する腸内細菌を持っている、そのことでね内臓脂肪を抑えてくれる効果の短鎖脂肪酸を作り出して、お腹ぽっこり解消していきましょうでしたね。是非毎食のお食事に上手に海藻を取り入れてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。